しか強く得してなかったな。姉と姉さんが、thank you.
で、その後に、装置線にやるやり方なんですけども、この装置のホース、ここで取り外します。で、この取り外したホースはもう使えませんので、一応めくらっていうか、プラグをします。で、今度応援者からの応急駆動ホースをここに接続します。それで、高圧の油は、塗料とかですね、錆とか取ってから緩めた方がいい。これ、いざという時やろうとすると、これだけで結構15分、20分って結構時間かかっちゃいますので、ああいう応急駆動応急駆動をするときも使えませんので、蓋をします。この一応、こうやってみよう。